おはようございます。9月15日第296回ポゴナカワイアニマルラジオです。今日はね、またまたをちょっと2匹入れてサイズの比較をしてみようかなと思ってやってみました。多分40センチの水槽に入れててこんな感じですね。まあこの水槽でも狭いのかなっていうのが正直1匹で飼ってるんですよねっていうぐらい成長してしまいました。まあ、この水槽だと全然余裕だよねっていうレベルだったんですけど、もう無理ですね。まあ、まだこっち側に映してはいないんですけど、ちょっと上から見るとこんな感じで光が入っちゃうんですよね。どうしても。こっちがオリノコ、こっちがアマゾン。ね、やっぱちっちゃい時は結構派手なんですけど、大きくなるとね、同じような感じで色が、黒っぽくなってきて、まあ、上から見えないようにということなんでしょうね。かなり窮屈な水槽の見栄えになってしまっていて申し訳ないですが、今は主食というかもう完全土壌単品のみという感じになってます。まあ小赤とかね、雑魚とかまた買ってきてあげてもいいのかなとは思うんですけど、土壌にしてからのね、伸び具合とかね、体型のしっかり具合っていうのはずば抜けているので、いやちょっとこれは当面は土壌でいいのかなと思っています。まあもしね、ちょっとその不調とかが起こってきたらね、考えないといけないのかなとは思ってるんですけど、だなるべくそのね、油っ気が少ない、生き物ということで、まあ、土壌が油っ気が少ないのでちゃんと僕も調べてないんですけど、なんかどっちかというと全身筋肉っぽい感じの、ね、生き物なんで、まあ、多少あってもね、ワカサギとかよりは少ないのかなと思いながら、あげています。まあ、状態が果たして抜群なのかっていうのも含めてなんですけど、まあ、功を奏してるなって思うのは、やっぱり水替えっていうところですかね。なんせ本当排泄量がすごいんでね、一瞬で、このサイズの、ね、水槽なら本当一撃やったらもう何も見えなくなってしまうという。でこれをじゃあ60センチの水槽、90センチの水槽で一発かましてっていうのをやってるのね、ろ過装で間に合うのかっていうと、やっぱり間に合わないんじゃないかなっていうのが正直思うところですね。成長線もね、出ているという、まあまあサイズが大きくなってるんでね、成長線がどうこうっていうレベルの話ではないと思うんですけど、まあもともとその、このまたまたを持ってきたね、お店さん、まあ、トコジャンプルさんなんですけど、まあ、ゴツゴツしてね、イボがしっかりあるやつっていうのを選んで持ってきたということだったんで、まあそれに準じてね、いい感じで育っているのかなと思っています。まあ、2匹入れたところで何も起こってないんですけど、ただね、何が起こるかわからないので、まあ複数飼育というのはしないんですけど、今日に関しては、やっぱりね、爪が顔にかかったりして嫌がってますね。今日に関してはちょっと大きさの比較的なものだったり、っていうところでちょっと2匹やっています。まあ、なんかあんまりよろしくない雰囲気を出してますね。アマゾンも逃げてるんで、まあ、ちょっとね、動画が終わったらすぐ話そうと思っています。こうやって見るとね、やっぱり甲羅もちょっと違う感じがするしっていう感じで、まあ、やっぱり別種になってしまうっていうレベルの、ね、生き物なんだなっていうのはなんとなく、理解できました。本当ね、でもアメリカ大陸っていうのは、まあ、ワニガメ、カミツキガメもそうですけど、またまたとかね、面白い生き物が、いっぱいいるなと思っています。まあ、他にもカメいっぱいいてね、泥ガメだったりね、ニオイガメだったりもすごい格好してるしっていうふうに思うんですけどね、やっぱりこれぐらいね、なんていうんですかね、もうちょっと普通じゃないよねっていうカメの形をしている生き物っていうのは見ていてやっぱりワクワクしますよね。あとコメントでいただいてね、僕の夢を語ったところで共感していただいてありがとうございます。お店ね、やって、まあ、僕は本当多分ね、接客してる時が一番楽しいんで、本来お店でね、いてお客さんと喋って販売するっていう仕事をやってみたい気持ちはあるんですけどね、ただまあこの業界ってすごい大変なんですよね。まあやっぱり簡単にお店やってねじゃあ本当に成功するのかっていうと、すごい苦労が必要なんだと思ってます。やっぱりね、いろんな人から話を聞いてね、皆さんやっぱり苦労しているのを聞いていて、
ね、値段で買って、ね、勝負するのか物で勝負するのか、でも値段で勝負するにも物で勝負するにもね、どちらもやっぱりそういう人脈だったりコネがいろいろねないと難しいところだと思います。なんでね、おいそれとお店やってね、すぐ閉めてしまうようなことになるんだったら僕はちょっとそれは嫌なんでね、まあ、完璧な状況にしてからもしやるとしたらやりたいなと、まあ、あとは引退後のあれですよねっていうレベルの話になってしまうのかなと思います。ね、しかも僕はどちらかというと売るよりもね自分で買ってるのが楽しくなってしまう方なんで、ね、そんなんで仕入れしてたら自分家の亀が増えるだけで販売できないんじゃないかなっていう気もしなくもないですよね。やっぱりこのまたまたもじゃあお店に置いといて売ってくれって言われて、じゃあ売るのって言われたらなんか売りたくないなって思ってしまうと思うんで、まあ向いてないのは向いてないんだと、商売として割り切れるかっていうと割り切れない気がするんでね、そんな気もしなくもないです。ちょっと一回ね、またまたのところをまたまたの上を見たいんでね、今ちょっと室内にいないと光がすごすぎちゃって無理なんですよね。よいしょ、ごめんなさいね。今、上からの姿を、檻の子だいぶでかいですよね、こうやって見ると包丁的にはどんぐらいなんだろう、多分 2,3 センチの差なんですけど、やっぱり亀ってね、本当1センチ2センチの包丁の差っていうのが全体で見るとね、ここまで違ってしまう。なんで1センチ伸ばすっていうのはね、ただ身長が伸びたのと違って全体がね大きくなるんで、だから本当1センチ2センチっていうのが重要だっていうふうにねおっしゃる方たちの意見が分からなくもないなっていう気がします。ちょっと一回動かしてもらいますね。ちょうどねあのスケールがあるんで、うまく測れるかな、ここ見ながらちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これね今アマゾン測ったら14センチ。本当はちょっと見えるように測りたかったんですけど、あ、檻の子また伸びましたね。18ないぐらいですね。いや、本当この間16だなと思ってたんですけど、もう18ぐらい。だから4センチぐらい差があるということですね。だから校長で4センチあると差があるとやっぱりこれぐらい差が出てしまうっていう感じですね。いやー、また檻の子早いですね。本当1ヶ月前ぐらいに測った時16だったと思うんで、そこから 1. 何センチ、2センチ弱伸びてるっていうことなんで、土壌効果すごいですね。まあ、20センチの壁を越えて30センチ近くまで一気に持っていけたらと思うんで、まあ、餌代正直ねすごいかかってるんで、本当ね、あの大きくしたい人、大きいのを買いたい人っていうのは、まあ、大きいから買いたいって人は本当に大きいのを買った方が、経済的だと思います。僕は小さいのから大きくするのが好きなんでね、そこにお金がどうかかろうが関係ないっていうタイプなんで、まあ、そう考えるとね18なんで、多分これ夏までに20いっちゃいますね。いや、本当来た時のサイズちゃんと測っとけばよかったなと思います。1年飼育してどれぐらい伸びたかっていうね、あれになったんですけどね、まあちょっともうそこはわからないんでね。でも多分ちょっと今スケールでね、来た時のサイズどれぐらいだったかなっていうのを見ながら、4センチね、5センチ、6センチ、6センチね、6センチぐらいだったような、7センチない気がするんだよな。ボリュームでね、あのかなり3倍ぐらいの感じがしてるんで、もう3倍とかそういうレベルじゃなくて、多分この中に 4,5 匹、この甲羅の中にね、この甲羅の中に買ってきたサイズのやつが 4,5 匹入るぐらいの大きさになってるんで、ね、やっぱり伸びっぷりすごいですよね。18センチか、いや本当ね、まあ、とりあえずじゃあ20センチの壁を夏前までに目指してねやっていこうと思いますんで、ちょっとチェックしていただけたらありがたいなと思います。ということで今日はねこの辺で終わりにします。ありがとうございました。